ああ、なってきたね。なってきましたね。こんな感じ。でも、もう一息、ちゃんと。塗料みたいなのがあるんじゃないですか。エアゾルタイプの。見える。もう蛍光灯使う。上は映ってるな。え？蛍光灯じゃないのか。あ、あの天窓から入ってくる明かりか。ね。結構いい、光沢面になるでしょ。イミテーションらしくない。あんまりすればそこだけ光っちゃう。そうだよね。これがさ、あれなのよ。この金属光沢が、錆びるっていうか、艶が落ちないの。一回出すと。ほら、スチールでも鉄でもさ、アルミでも、すぐくすむじゃない。真鍮なんかすごいじゃん。くすみ方が、酸化が。これがね、落ちないんだよ。この光沢が。だから頭の外壁がいいかな。いやだからそうじゃなくてさ、金属面はこの光沢がさくすんでくるけど、だから修理してさピカピカに磨き上げるとさ、補修したとこがかえってくすまないから、分かっちゃうわけよ。だからよく錆びますかとか言うこと聞かれるんだけど、実は錆びないんだよね。光沢が落ちないんだよ。それがかえってね、全体とすると、まあ修理したとこがずっとピカピカだからさ、まずいって言えばまずいんだよね。同じようにやっぱり錆びていかないとね。いいでしょ。だからメッキかけなくてもいい、まあメッキとはちょっと違うけどさ、メッキかけなくても、こう光沢を維持できるような材料を目指してたんですよ、一応。いいよね。俺見てプラスチックだと思う人いないもんね、やっぱね。ということで。やっぱね、脱脂面がいいんですよ。最終仕上げは。で、OK。でかく映るの。